里見はじめの証言に基づく満州でのアヘン問題の続きのお話を申し上げておりますね、はい。詳しくはね、俗現代史料アヘン問題三筋書房から出ておりますけどね、もう一つ岩波書店からね、それはもう交換だね、アヘン問題の資料が出ておりますけれど、それは次回またご紹介いたします。では昭和15年に大平正義公安院農協連絡部経済第一課長は佐藤一郎と変わるが、東條英機も昭和15年7月22日陸軍大臣になっていくんです。なるほど。で、満州から出征してですね、東京に戻るわけですね。陸軍大臣になっていく。同時に東條のチャール経済収奪の知恵袋だった星直樹も東京へ呼び戻され、国務大臣として入閣、企画院総裁となった。うん、まあその時は岸信介もね、商工大臣になっておりますけどね、東條の仲間知恵袋星直樹は国務大臣として入閣、企画院総裁となった。陸軍大臣になってからの東條英機は宮内省、現在の宮内省でございますけど、宮内省関係者から重臣政治家にびっくりするような贈り物を密かに贈り、各地公訴することで知られているが、その資金は上海の高裁前導の里見はじめから運ばれたものだった。東條英機が宮内庁とか政治家とか ね、 そ う、 でしたね。そういう方々に莫大な贈り物をするという話を申し上げましたけどね、その詳細はね、細川森貞日記というのが出ておりますね。うん、これはね、講談社の学術文庫に入っておりますからね、容易に読むことはできると思いますけれど、まあ昔はなかなか手に入りませんでした。細川森貞が戦争中、東條あたりの動きをですね、探りましてね、それを密かにですね、昭和天皇の息子の高松、息子じゃなくて、兄弟のね、高松宮からね、頼まれましてね、その情報をですね、自分で集めていったんだ。なるほど。しかし、下記すると、それが生まれますと、東條にですね、講演されますからね、密かにね、小さい手帳にしたためて、密かにそれを書く、持っとったんですね。その情報はどこに行ったかというと、最終的には昭和天皇まで行ったんです。昭和天皇が直接ですね、川森貞に、スパイ活動をして俺に情報を出すということは言えませんからね、自分の兄弟の高松宮を通じて、川森貞、熊本の殿様ですよね、彼に頼んで、彼が密かにですね、情報を集めて、最終的には昭和天皇のところまでその情報が行ったんでございますけどね、その書き留めたものをですね、はい、戦後ですね、出版されたんですね。したがって、その中にはですね、様々な秘事が、密かなことが書いてございますけどね、その中に一つに、東條がですね、ここに申し上げましたように、宮内省関係者から重臣政治家にですね、莫大な贈り物をしたということですよね。うん、その重臣政治家の中の一人に、伊藤明治というのがいましてね、伊藤明治というのは、伊藤博文の兵庫県令時代の部下なんですね。伊藤博文が地方の政治家になる前にはですね、兵庫県の県知事だったんです。兵庫県令。うん、その時のですね、部下の水薬官が伊藤明治で、ございましてね、なかなか役に立つやつということで、伊藤博文が総理大臣になった時もですね、自分の手下で使ったんです。で、伊藤博文が明治憲法をですね、制定する場合にも、伊藤明治を使ったんですね。うん、伊藤博文と井上小橋と、それから、伊藤明治と、それから、伊藤明治が明治憲法を制定する際にですね、自分の仲間として使ったのはですね、井上小橋。はい、これは財政家でありまして、まあ、明治政府のですね、まあ、大蔵大臣相当の仕事をした方でございますし、外務大臣としてね、鹿鳴館を運営した人物でもありますけどね、この井上小橋と金子健太郎という人物と伊藤明治を使ったんですね。首相に入った頃、伊藤も井上も金子も健太郎もみんな亡くなっておりましたけれど、
伊藤明治が生き残っとったんですね、うんうん、この人はね1934年まで生きておりました。昭和9年代ね。ですから明治時代から活躍している政治家でございますし、まあ包容力がありませんからね、うんうん、部下がなかなかつきませんけれど、古い政治家ということで何かあると彼が頼られるところがありましてね、東条英機も伊藤明治をおだてで使っとったんです、うんうん、伊藤明治が病気になった。そうすると、まあ、役員類はもちろん当時、なかなか手に入らないけれど東条が届ける。そして当時はね、米の配給も満足にない時代にですね、はいはい、驚くことに寿司を100人前ですね、料理屋に、注文して、金子明治に届けたという話がね、細川森里の日記に出ておりますけどね。まあそんな金はどこから出たかというと、最終的には先ほど挙げました里見はじめですね、はい、里見はじめの円の売買の儲けから来てるわけですよね、先ほど言いましたけどね、その資金は上海の東西全道の里見はじめから運ばれたものである、うん、里見はじめが運んだその資金が伊藤明治のところへですね100人前の寿司となって、まあ貢ぎ物として当時は届けるというようなこともあったわけですね。そんなことが細川森さんの日記に載っております。ではその先行きますね。昭和16年10月18日東条英機は昭和天皇から古代文丸に代わって総理大臣になるよう命じられ、東条内閣を発足させた。内閣の要の内閣出管庁、今の官房長官に相当しますけれど、それには星野直樹が任命された。それから1ヶ月半後の大東亜戦争、これは欧米では太平洋戦争と言っておりますけれど、大東亜戦争、すなわち太平洋戦争を初めて言ったのである。この米英相手に宣戦布告したということは、もう国際世論に気兼ねすることなく、毛共アヘン帝国、正確には毛共連合 G7 ですね、うん、前に申し上げましたけど、毛共連合 G7 というのは徳王という毛古人が主席となった傀儡政権でございますけれど、毛共アヘン帝国と一名言われますね。アヘンだけが主たる産業というですね、国家は異例でございますから、その異例な国家が毛古連合 G7 ですね。G7 で経済収奪を欲しいままにできるということであった。つまり、米相手に宣戦布告したということは、国際経路に行けなく、毛共アヘン帝国で経済収奪を欲しいままにできるということであった。経済侵略の要である毛共銀行の総裁ポストは、現地人対策と陰謀をカモフラージュするため、現地人、それも少数民族である毛古人をもって当てた。初代総裁は中央軍閥出身の宝越卿なる人物であった。これは正しい人物なんですよ。陸軍の井の鳴り回りなる人物、宝越卿なる人物と当てた。卿と言っておりますけど、これは貴族のでも何でもないよ、単なる軍閥出身の商人ですね。